はい、どうもトラ吉の無課金覇王ロード阪神受精編です。今日でログインが、961日目ですね。はい、現在2022年2月2日の、15時11分なんですけども、今回ですね、まずお知らせの方からね見ていただきたいなと思うんですけども、選手追加で OB 第4弾来ましたね。はい、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は城島選手来ましたね。はい、阪神で城島選手来ましたね。まあ、僕阪神の城島選手 A ランク1枚持ってるんですけども、前のやつね。まあ、今回ねちょっとガチャの方もね自チーム確定ありませんので、これも回さずランキングも走らず、もう累計にこのイベントですね、ターニングポイントの累計で S ランク100勝ありますんでね、そちらの方にかけたいなと思います。はい、まあ、非常に欲しい選手ですけどね、まあ、ここはちょっと抑えます。はい、で、まあ、一応その能力なんですけども、城島選手ですね、星で B、弾道パワーヒッターミート79、パワー80、走力64ということで、まあね、キャッチャーとして非常に強い選手なんでね、欲しいのは欲しいんですけども、まあ、今回はちょっとガチャもランキングもスルーします。はい、まあ、A ランク1枚持ってますんでね、今回、まあターニングポイント、イベントはターニングポイントでしたね。ターニングポイントの方で累計の方ねちょっと見ていただきたいんですけども、これ報酬ですね。はい、A ランクの OB のランダムですね、これが1枚2枚ありまして、で A ランク OB 選択契約書、これがね、2枚ありますんでね、これでまあ合計城島選手3枚取れるかな、あらかじめ持ってた1枚で合わせるのが、ね、3枚になりますんで、まあ、ここはきっちり取って最後、まあ、S ランク OB 契約書第4弾累計でありますんでね、ここでぜひ、城島さんね欲しいなと思ってます。はい、運良ければね出るんですけどね。はい、まあ、なかなか厳しいかなと思いますけども、まあ、ランキングの方は、まあ、今回走らないですけども、ここですね、はい、2万7000円1万1位から2万7000円までで S ランク OB 選択記憶書ありますんでね、まあ、まあターニングポイントということでね、結構時間かかるイベントではありますけどね、まあ走る方はね頑張ってもらいたいと思います。僕はまあ今回、ガチャも、ランキングもスルーします。はい、そういうことですね。はい、そういう感じです。もう1週間のイベントなんでね、頑張って累計取りたいなと思います。はい、それではですね、交流戦ですね、交流戦の結果と、あと累計の S ランク契約書も開封したいなと思います。交流戦の、ね、最終結果出てますんで、こちらの方これですね見ていただこうかなと思います。はい、最終的な順位はこういう感じです。はい、優勝しました、1位になりました。はい、まあ、2位の方とね 3.5 ゲーム差なんでね、結構まあ最終日はちょっと余裕あったかなという感じなんですけども、まあ、失点もね僕の方が2位の方より少なかったんでね、まあ、もし並ばれても大丈夫かなとはいう感じでした。はい、まあ、1位取れましたんでね、良かったかなと思います。あとタイトルの方ですけども、打者の方はバース選手のホームランだけですね。で投手の方で最優秀防御率藤川選手で、最多勝ここも一応16勝同士で並んでますんでね、ここも藤川選手取れました。で最多セーブ、久保田選手、最優秀中継ぎも藤川選手ということで、まあ、合計5つタイトル取れて順位も1位なんでね、まあ、これは非常に良かったかなと思いますね。はい、まあ、90エナジー、今回ね、リーグレベル C やったんで、まあ、この90エナジーと、アイコンですね、で個人タイトルの方も5つ取ったんで7万5000コインですかね。はい、もらいましたんで、まあ、今回OB とかね、阪神受精で阪神の OB とかね、タイムスリップの選手全部出してね、ちょっと使って、まあ、やってみたんですけども、まあ、結果的には非常にいい結果出ましたんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、よかったです。1位で終わりました。はい、優勝できました。はい、それでは、契約書の方ね、 S ランク契約書、累計の S ランク契約書開封したいんですけども、その前に、A ランクチーム契約書ね、2枚上7日なんでね、もう残り7日なんで、この上2枚開封しておきたいなと思います。はい、ちょっと欲しい選手一応確認しておきます。まあ、阪神で今欲しいのはね、もうこの伊藤選手ぐらいなんですよね。あとまあ中野選手も勝負で1枚欲しいですけども、伊藤選手が現在 A ランク僕3枚持ってますんでね、まあ後々のこと考えてあと3枚、称号用も含めてあと3枚は欲しいなと思ってますんでね、まあぜひ今回 A ランク自治の契約書2枚開封しますんで来てほしいなと思ってます。はい、それでは A ランク自治の契約書上2枚いきます。はい、ぜひ伊藤選手来てほしいです。お願いします、伊藤選手来い。さあ、まあ、せめて1枚1枚でいいんでね、来てほしいなと思ってます。
さあ一発目から来い。梅野選手、梅ちゃんですね。梅ちゃんはまあ一応称号読むを持ってます。はい。伊藤選手お願いします。ババ選手、はい、ババ選手も称号用名前か持ってます。はい、まあまあしゃあないですね。はい、今井友伊藤選手こずということで、まあ残念です。はい、それでは交流戦これですね、ポルスピ交流戦累計28プレー達成の報酬 S ラン契約書、これいきたいなと思います。まあこれはぜひね、阪神の選手ぜひ来てほしいです。いきます、お願いします。阪神来い。さあ阪神のね、持ってない選手来てくれると非常に嬉しいんですけども、とりあえず阪神来てくれ。うん、金久保選手だったかな。はい、オリックスの順戦の方でも一回来ましたね。はい、金久保選手だったかな。はい、かなやったと思うんですけどね、確かこれ。そうですね、金久保優斗選手ですね。はい、ヤクルトです。最近というかここのところちょっとヤクルトの選手とかもよく来るようになりましたね。はい、阪神の選手ではなかったので残念です。はいはい、今回こんな感じですね。まあターニングポイント今日から始まりますんでね、まああの実装作必須のイベントですしね、まあ頑張ってやっていきたいなと思います。はい、まあ累計でね、S ランク OB4 段の契約書ありますんでね、まあ、きっちりやって城島選手出てくれることを願って頑張っていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード阪神純粋編でした。